こんにちは。今日の講義は書籍関正夫のザルールズ英語長文問題集一入試基礎です。この書籍は大学入試に向けた英語長文の問題集で、特に基礎からしっかりと学びたい受験生に向けて作られています。著者の関正夫先生はスタディサプリで非常に人気のある講師であり、彼の授業スタイルはライブ感にあふれています。この問題集では近年の入試問題から厳選された12問が収録されており、これを通じて英語長文問題を解くためのルールを身につけることができます。解説は詳細で分かりやすく、構文の解析もついているため、難しい部分をしっかりと理解しながら進めることができます。また音読用の音声が付属しているため、実際に声に出して読むことで理解を深めることができます。本書の構成は非常に工夫されており、まずは本冊と別冊に分かれています。本冊には12のレッスンがあり、それぞれに解答解説と文構造の分析が含まれています。これにより単に問題を解くだけでなく、その背後にある文法や構文の理解を深めることができます。さらに音読を促すセクションもあり、実際に声に出して読むことで英文のリズムやイントネーションを身につけることができます。別冊には実際の問題が収録されており、これを解くことで実践的な力を養うことができます。特に思考力を問う設問には特別なコーナーが設けられており、ここでは回答の根拠をしっかりと説明しています。これにより単に正解を覚えるのではなく、なぜその答えになるのかを理解することができ、思考力を高めることができます。また記述問題にも対応しているため、入試の形式に幅広く対応できるようになっています。この問題集は英語の基礎がある程度身についている人にとって非常に有用です。特に共通テストで4割程度の得点を取れている人がこの本を完璧にこなすことで6割程度の得点を確保できるようになることが期待されます。重要なのはただ問題を解くのではなく、解説をしっかり読み込み自分のものにすることです。関正夫先生の授業を受けているかのような感覚で楽しく学びながら確実に力をつけることができるでしょう。このように関正夫のザルールズ英語長文問題集一入試基礎は大学入試に向けた英語長文の学習に最適な一冊です。受験生の皆さんにはぜひこの本を手に取って実践的な学習を進めていただきたいと思います。彼の解説は非常に親しみやすく、まるで友人に教わっているかのような感覚を与えてくれます。難しい文法や構文も具体的な例を交えながら解説されているため、受験生は自然と理解を深めることができます。特に英語に苦手意識を持っている学生にとって関先生の言葉は大きな励みとなるでしょう。また本書ではルールという概念が強調されています。英語長文問題を解くための基本的な考え方やアプローチが明確に示されており、これを身につけることで問題解決能力が飛躍的に向上します。具体的には文の構造を理解するためのポイントやキーワードを見つけるコツ、文脈から意味を推測する技術などが解説されています。これらのルールを習得することで受験生は自信を持って問題に取り組むことができるようになります。さらに音声教材の存在も重要です。音声を聞きながら英文を音読することでリスニング力も同時に鍛えることができます。特に英語の発音やアクセントに慣れることは試験対策だけでなく将来の英語学習にも大いに役立ちます。音声はスマートフォンやパソコンから簡単にアクセスできるため、通学途中や隙間時間を利用して学習することが可能です。この問題集はただの問題集にとどまらず、学習を進める上での伴走者のような役割を果たします。受験生は問題を解くたびに自分の成長を実感できるでしょう。特に解説を読み進めながら自分の理解を深めていく過程は学習の楽しさを再確認させてくれます。問題を解くこと自体が目的ではなく、その先にある理解や応用力を育むことが本書の真の目的です。受験生にとって非常に実用的でかつ効果的な学習ツールです。基礎をしっかりと固めたい人や英語に自信を持ちたい人には特におすすめです。この書籍を通じて英語長文問題を解く力を身につけ、大学入試に向けての準備を万全に整えていきましょう。
受験生の皆さんがこの問題集を活用し、目標達成に向けて一歩一歩進んでいくことを心から応援しています。この問題集を使うことで、受験生は様々な面での成長が期待できます。まず、英語の長文を読む力が大きく向上します。問題を解く過程で、文の構造や意味を理解する力が養われ、複雑な文章でもスムーズに読めるようになるでしょう。これにより、入試だけでなく、将来的に英語を使う場面でも自信を持ってコミュニケーションができるようになります。また、関正夫先生の解説を通じて、英語の学習が楽しく感じられるようになります。彼の解説は、単に知識を詰め込むのではなく、学ぶことの楽しさを教えてくれます。これにより、英語に対する苦手意識が薄れ、積極的に学習に取り組む姿勢が育まれます。受験勉強は時に厳しいものですが、楽しみながら学ぶことで、ストレスを軽減し、より効率的に学習を進めることができるでしょう。さらに、音声教材を活用することで、リスニング力も自然に高まります。音声を聞きながら英文を音読することで、発音やリズムを体得し、耳を鍛えることができます。これにより、英語を聞く力が向上し、リスニングテストや会話の場面でも自信を持てるようになります。音声を利用することで、学習の幅が広がり、様々な方法で英語に触れる機会が増えるのです。この問題集は、単に問題を解くための道具ではなく、受験生の学習を支えるパートナーのような存在です。解説を読み進める中で、自分の理解が深まっていくのを実感できるでしょう。これにより、自己学習の習慣が身につき、今後の学びにも良い影響を与えるはずです。自分で考え、答えを導き出す力が養われることで、問題解決能力が高まり、他の科目や日常生活でも役立つスキルが身につくでしょう。また、思考力を問う設問に取り組むことで、論理的に考える力も鍛えられます。問題を解く際に、ただ答えを選ぶのではなく、その理由を考え、根拠を示すことが求められます。これにより、批判的思考力が育まれ、様々な状況において柔軟に考える力が身につくのです。受験勉強を通じて得たこの力は、大学生活や社会人になった後も大いに役立つことでしょう。このように、関正夫のザルールズ英語長文問題集一入試基礎を利用することで、英語力の向上だけでなく、学習に対する姿勢や思考力、自己学習の習慣など、様々な面での成長が期待できます。受験生の皆さんがこの書籍を通じて、より良い未来を切り開いていくことを願っています。そして最後に、読書で勉強も大事ですが、美容と健康管理も大切です。なぜなら、心と体の健康は互いに密接に関わっており、どちらか一方が不調であれば全体のバランスが崩れてしまうからです。健康な体は明晰な思考を助け、逆に健全な精神状態は体の健康を促進します。だからこそ、読書や勉強で知識を深めるだけでなく、日々の生活の中で体を動かし、栄養バランスの良い食事を心がけることが重要です。ここで、健康管理とダイエットに特化した素晴らしいサービスをご紹介します。それが、ライザップ結果にコミットプライベートジムです。このジムでは、専属トレーナーによるマンツーマントレーニングが提供されています。個々のニーズに合わせたオーダーメイドのプログラムが組まれ、過去にダイエットやジム通いが続かなかった方でも継続しやすくなっています。トレーナーはトレーニングだけでなく、食生活やメンタルのマネジメントも行うため、総合的な健康管理が可能です。ライザップでは、30日間無条件全額返金保証を提供しているので、初めての方でも安心して始められます。トレーニングは1日50分、週に2回の無理のないペースで行われるため、忙しい方でも取り組みやすいのが特徴です。さらに、無料カウンセリングも実施しており、トレーニング開始前に自分に合ったプランを見つけることができます。トレーニングは完全個室のプライベートな空間で行われるため、人目を気にせず集中できます。マンツーマントレーニングなので、これまでダイエットやジム通いが続かなかった人におすすめです。トレーナーが作るあなた専用のプログラムにより、無理な食事制限なしで食べられるダイエットが可能です。健康的に痩せ、理想の体を手に入れられ、リバウンドしにくい体づくりが目指せます。30日間無条件全額返金保証があるため、
安心してトライできます。テレビ CM 結果にコミットするで話題のパーソナルトレーニングジムとして自信を持ってご案内させていただきます。気になった方は概要欄のリンク先から詳しい情報をご覧ください。以上で講義を終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。